メールのテーマ、発表したいと思いますが。いっちゃいますか。今日はね、8月2日です。そうですね。8月2日といえば何の日ですかそうパンツの日です。泣いたね泣いたねいい感じで。てことで、パンツにまつわるエピソード。あのー、ちょっといつか質問ですけども。えっと、パンツと言われると、やっぱりズボンの方のパンツね。ああ、最近はそういうおしゃれな言い方あるね。先生、先生。 パンツってあげる。僕らの頃はズボンって言ってたけど。ねズボンですか。じゃあ、あの、今日のそのパンツ。デニムじゃない。ジーパンって言ってたよね。ちょっと昔の方なのかな。パンツは、だから、あの、履く。下着の方ですね。うん、下着の下着の方のパンツの日。はい。なんですね、これね。そうなんです。はい。わかります。なので、あの、初デートの時に勝負パンツを履いて行ったら、うん。こんなことになりましたとか。はいはいはい。あと寝る時にパンツ、 吐く派とか吐かない派とか。脱パンツ療法ってはあったよね。脱パンツ療法うん、あの、疲れを取るためにね、<laughs> 下着締め付けませんよ <laughs> 寝るときはっていうの、ね、マジで昔流行ったんですよ。そんな流行ったんですかや今やってる人もいるんじゃないかな、多分。なるほどね。うん あと、ま、あ単純に、今、私、こんなの入ってますけど。ないですもん。あの、軽い乗りのやつこれ、基本的に、あの、ま、ハッシュタグじゃないですけど、あの、基本的に書いてくれるといいですよね。基本的に年齢と。あ、そうそう。だから、その、ペンネームっていうか、その、ハンドルネーム。ラジオネーム。ラジオネーム。えぇ年齢。年齢。も出身年齢は、やっぱちょっと聞くぐらい。そうだな。年齢ちょっと聞くとってったどうも。そうそう。だから、えぇラジオネーム。うん、ラジオネーム。職業。職業ね。今のパンツの色。そうだね。 で、ま、差し支えなければ年齢。ね。そうだね。そこはちょっと。僕は別に伏せてもいただいても構いませんってことです。そこはやっぱり伏せて。そうですね。ありますね。そんな大丈夫かなラプダに勝てます勝てますよ大丈夫っすよ、もう。俺そう俺先ますパンツって言いますから。その時来たらちゃんと言いますから。じゃあね。